桐生の兄貴、こいつが達川ですわ。こんな奴と遥かが。わしにも信じられん話ですわ。じゃが清美さんの話を考えるとやっぱり。なんでだよ、遥かちゃんがよりによって達川なんだと。あいつが春人の父親なのか。なんか俺もう春人のおむつ変えられねえわ、気分的に。なんでじゃ。それでもあの遥かちゃんの子に変わりはなかろうが。じゃあこれから春人のおむつ替えは田頭がやるってことで。なんでそうなるんじゃ。遥かちゃんはわしらの天使で、確かに春人はその赤ん坊じゃ。じゃけど雄太の言いたいこともわかる気するわ。でしょ。やめえバカタレども、男と女っちゅうのは理屈じゃないんじゃの、キヨちゃん。あ、お邪魔しますよ、四代目。ソメヤ。お、踊れ。何しに来よったんじゃ、こんけど。ぶち殺しちゃるぞ。南雲くんやめて。じゃけど、キヨちゃん。キヨミ、少し話せるか。話ならここで。私はもう桐生さんたちに隠し事して迷惑かけるわけにはいかないから。四代目に。わかったよ。東京に戻る前に一言詫びときたかっただけだ。騒がせて悪かったってな。それだけだからよ。あ、ねえ、あの子は元気なの？元気だよ。ますますお前に似てきた。会いたきゃいつでも帰ってこい。子供もおるんか。桐生さん。うん。改めてだけど、はるかちゃんのことずっと隠しててごめんなさい。もう信用なくしちゃったよね、私。いや、あんたが謝る必要なんかない。長いことはるかの面倒を見てくれたんだろう。俺があいつに代わって礼を言う立場だ。そうだね、桐生の兄貴。そういや、はるかちゃんはどうしてるんすか。なんで春人のそばに遥かちゃんがいないんすか。おお、そうじゃ。わしら遥かちゃんを知らんふりしとったけ、今までずっと危険かったけど。どうしたんじゃ、桐生の兄貴。遥かちゃん元気でおるんじゃろう。あいつはカムロ町で事故に遭った。ひき逃げした犯人は今も捕まってない。え？ほんの何日か前のことだ。命は助かったが何も話せる状態じゃない。医者にもいつ目が覚めるか分からねえらしい。なんじゃと。あいつがその事故に遭った時、ハルトも一緒だった。俺もハルカが子供を産んでいたことをその時まで知らずにいたんだ。そんな。わからねえことは山ほどある。だがまずわからなかったのは、なんで事故に遭った時はるかがカムロ町にいたのかってことだった。3年前沖縄を出たあいつがこの町で過ごしていたのは分かった。問題ははるかがここから姿を消した後、なんでカムロ町に向かわなきゃいけなかったのかってことだ。普通に考えたらカムロ町に行った達川と落ち合うためいうことかの。
そういや達川が組抜けたのって遥ちゃんがいなくなってから結構すぐだったよな。ほんじゃ達川に聞けば全部わかるっちゅうことか。達川はカムロ町でホストをやってるんだったな。それだけ分かってりゃ探しようある。キリュウの兄貴、それじゃこれからカムロ町へ。ああ、ただカムロ町は今東上界と中国マフィアが抗争の真っ最中でな、ハルトを連れて行くには危険すぎる。ママ悪いが、またハルトのことを頼めるか。え、私でいいの？もちろんだ。あんた以上に安心してハルトを託せる相手はいない。ありがとう、キリュウさん。さ、ハルト。明日カムロ町に行くが、なるべく早く帰ってくる。今度は達川を連れてな。うん。キリュウの兄貴、カムロ町、俺も行きますよ。ん？俺は達川を許せねえんです。あの野郎、いつの間にか遥ちゃんに手出してたのか。とにかく俺はあいつをむちゃくちゃにぶん殴ってやらねえと気が済まねえ。わかった、わしも行く。頭が、なんでじゃ。このままここにいんのが辛いんだろう、多分な。失恋のショックっちゅうことか。あの、じゃあ私もう行きますから。たまには男さんに、野郎とつるんでカムロ町を歩き回るのもいいか。